2014年3月26日水曜日夜9時55分横浜でライブ。タクシーを止めてスマホで帰りの接続を調べていた。やりきった自我に、やりきれない無意識に、今をまた、バイタルを進めて、そうだな、そうだった。その日の課題を眺めていた。人は、人は多分ため息の倍だけ這い上がれるんだよな。時間は戻らない、戻すことはできない。しかしさ、進めばなんとか前に道はできるんじゃないかってさ、想像していたんだ。ずっとさ、ここに誰かと来ることをずっとさ。 LINE の向こうの君にもね。気がつけば人間は一人寂しい側面を持った影の中を悟る本当の自我を一人考えている。今は誰かと笑えるから友達は多い方がいいだけれど、本当の友達は君にとって何人残るの。鏡の中の無意識に対して必要じゃない愛なんてないから、心の奥から自分を愛して、それをさ、また誰かのために。本心本音、いつの間にか作る心のバリケード。同じ程度の気持ちと会話で、また現在進行形、それを楽しいものに変えていくために、1日24時間の中に自分と他人が笑う何かを見る。今しかない、今があれば今じゃなくてもできるメソッド。ある意味サイコロを転がす。笑って得られるのが今のうちなら、思いっきり笑ってみて明日につなげる。同じ苦悩プラス共有、違うんだ同じ希望消化することはできるでしょうか。春だからその気持ちを前、春だからその気持ちを前に、春だからその気持ちを前、春だからその気持ちを前に。 Hey yo、 どちらの風になるか春の良い、傾ける秒針。自分が自分らしくあるための要因から要件を変えたい、そしてまた会いたい。365パズルの今日と明日に生きるための光を描くために持ったこのペン。知る、不満よりも感謝が先だよ。人間らしさとは何だろうかと考えた。この歌みんな知ってるね。春だからその気持ち前に進め、春だからその気持ちを前、春だからその気持ち前に進め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 、春だからその気持ち前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 。桜は散らないぜ。